56分間の放送、日本テレビ世界の果てまで行って9 17.4%。 第4位、2月7日日曜日午後8時から45分間の放送、 NHK カナダ丸 19%。 第3位、2月5日金曜日午後7時から34分間の放送、 NHK ニュースセブン 19.9%。 第2位、2月5日金曜日午前7時45分から15分間の放送、この日朝の7時41分東京神奈川で震度4を記録する地震が発生したことから関心が高まったと思われます、うん、NHK ニュースおはよう日本首都圏 24.9%。 そして第1位はこちらです。2月5日金曜日朝8時から15分間の放送、引き続き絶好調 NHK 連続テレビ小説朝が来た 26.5%。 以上、ビデオリサーチ調べ関東地区テレビ週間視聴率トップ5でした。ビデオリサーチ調べ関東地区の週間平均視聴率5位から1位までとなります、集計期間2月の1日月曜から7日日曜までの1週間、同一局同一番組名の場合は最も高かった放送日のみのチョイスということになってますが、いやー気が散るね俺のせいじゃないよね。この音とこの目の前の手がチラ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 ねえ、なんか俺もなんでこんなことやってるのか分かんなくなってきましたけどね。シューズのインプレでしたっけ、今のことね。ランニングシューズのランニングをして、どうですかっていう。なるほど。どうどう、なんだっけ、ちょっと、オン、オンって。オン、オン。いや、もう非常に、もう走れば走るほど、フィットしてくる感じがする。今ずっとやってたからさ。いや、走り続けた程度いきましょうよ。そうでもね、そう、走りやすい方にね、耳寄りを。そもそもアイススポーツさんを僕は知らないときどこにあるんですか。上野御徒町、渋谷、新宿、吉祥寺、神戸三宮。あ、まあ首都圏、ちょっと東京のね、セール中、そうだって。え、あのね、ただいま。あ、で、アネックス店っていうのもあって。どこだそれ。アネックス店、どこだこれ。アートスポーツ本店の御徒町と渋谷店、アネックス店。アネックス店っていうのはサイクルとテニスの専門店。あ、いいじゃない、自転車。自転車、あとテニス、うん、へぇ、オンクラウド、そう、オンクラウド、今赤丸急上昇中、オンクラウド、うん、これも入ってる、このお借りしてるシューズだ、そうそう、オレンジ色のね、すごい素敵、いや、ほんと履けば、ボードフィットしてる、軽いですよ、履いてることを意識させない感じ、やっぱりね、軽いっていうのが一番いいんだよね。でしょうね、ジョグ、ジョグシューズ。最近テレビとか見てます。最近テレビ、まあ、あの、ランキングに出てるのはちょっと見てみて。あれは地震があった時とか。地震があった時とか。いやいや、あの、ね、あの、俺は揺れたと思ったけど、そのままもう一度二度寝を楽しんだ。その時は銀ですよ。そう。家の布団で。家の布団で。うん、奥様もいらっしゃる。奥様もいなかった、出勤してた。うん、え、だって8時10分なんですよ。そう、え、受信何？41分。あ、じゃあ出たぐらい、39分ぐらい出た。あー、面白いね。いたよ、2人で困ったねーとかっていう。ノーコメントです。暗い。なんか家庭の話は NG です。いやー、でもね、ニュース報道系の数字も本当に多分ね、うん、この清原容疑者逮捕とかなんだよね。まあまあね、あの、小倉さんご覧になりました、最近話題のひげもちゃんの。もうね、あっちが事件なんだよ、もう。そうなると野村さんでしたか。野村元投手、野村隆史と、私が知ってる時は野村隆史投手でした。あの、空に生きると書いて巨人時代一時改名したんですね。あれはなんか意味が、なんか原価つりみたいな。わからない、わからない、多分原価いい投手だと思う。リリーフだった気がする。大リーグなんかですね。そう、そうなんですよ。小柄だったんですよね、思ったより。で、いつもこう目を向くように周りをキョロキョロじゃなくてギョロギョロ見るような感じで、すごく目が印象的なイメージで、もうでもあの人がああなっちゃってることがもう私の中で事件で驚きましたね。清原氏がどうのっていう話がもう入ってこなくなっちゃったんですよ、ね、そういう方多いでしょうかね。びっくりした。だって新聞、スポーツの一面にもなってたよね。あの顔がね。現役時代一面になったことってあったのかな。ないんじゃないかな。いや、でもそれぐらいなんかね、衝撃的ですよね。衝撃。つまりのあのオタクもね、うん、なか
感じたので、その時ゴミがいっぱいあったね。土足で上がらせたんでしょ。そういやもうやだ、松路を見る思いだったな。もうやだ、だから何が事件だか分かんなくなって自分の頭の中で渋滞しちゃったんですよ。そうですね。どうランニングは。いや気持ちいいですよ。もうランナーズハイって。あっ、バフの人が来た。あっ、バフ。応援メールいただいております。お願いします。ラジオネームマジカルネコダヌキさん、ありがとうございます。頑張れマコさん。走る時の呼吸法は吸って吸って吐いて吐いてをおすすめします。これからは走る男もモテますよ。出た、多分か。吸って吸って吐いて吐いて、吸って吸って吐いて。ごめんなさい、ごめんなさい。吸って吸って、生まれる、生まれる、ヒロコの子供が生まれる。よくわかってないよ、そんなそんなの。なんていうの、ヒロシ、ヒロシがうちのおじの名前だ。そうなんだ、いたんだ。まさこさんから頂戴いたしました。あ、マラソン歴19年、千葉雅子さんのランニングチームの会員の方。わ、すごい、千葉雅子さんの会員の方。あ、ふーちゃんだ。あ、すっごいメッセージ来ましたよ。誰か教えてあげてください。バタバタ音を立ててるから腰が落ち、胸を開いていない、イコール肺が縮んですぐに苦しくなるし、膝を痛めちゃう。え、危険だからフォーム直してから走って。完成、姿勢悪いよという回答です。もう見え、お肉さん見えるの、うん、音だけで聞くわかるんだよ。すごい、確かにバンさん走ってる時音しなかった。俺は、俺バタバタしてる。本当、うん、バンさんの時もバンバン言ってたよ。いやいや、バンさんの時気が散らなかったもん。本当、俺は気が散る。嘘つけ。いやちょっとほら、もう散り散り大変。はい、いいだけど分かった。ということで、え、まだいける、応援メッセージ続く。まめてきなさい。ラジオネーム荒野の猫さん、ありがとうございます。あ、これすごい、タイムセットいただきました。頑張れワンペー、9時までに武道館にたどり着いてください。間に合うかな。間に合うかな。まあ、そこそこありますよ。いいよ、行ってきてみなさい。階段使って、階段使って、階段使って、どういうこと。大丈夫、あの社員証貸してあげるから出られるよ。福島さん、出てよ。ラジオ、ラジオネーム群馬ひとりぼっちさん、群馬ありがとうございます。蟹江さん、限界まで頑張るんじゃなく、限界を超えるまで頑張ってください。超えろー、超えろワンペー。エールありがとうございます。吸って吐いて吐いて、吸って吸って吐いて吐いて。おなら出ちゃってそれやったら、おなら出ちゃって。何で自分の食べ物って。